それでは今日はきらめくクリスマスネイルというテーマに沿ってキラキラお出かけネイルを OPI よりご紹介します。アートはこちら、深みのあるブルーとグレーを使った簡単奥行きネイルです。ではこちらのアートをご説明させていただきます。使用カラーはこちらになります。まずはじめにステイクラシックベースコート001番を一度塗りし30秒硬化します。その上にお好みのホイールやフレークを貼り付けてください。この上から GCF011 のグレーを乗せていきます。少し濃いところや薄いところも作ってください。そのまま硬化せずに GCF003 のパープルを色のないところに乗せていきます。境目はなじませるようにぼかしていきます。できましたら30秒硬化いたします。硬化ができましたら GCE01 のホワイトグリッターを乗せていきます。なじんだら30秒硬化いたします。次にステイシャイニートップコート003番で凸凹を埋めていき、表面をつるんとさせます。表面が馴染んできたら30秒硬化いたします。硬化ができましたら GCF009 のブルーを全体に薄くのせていきます。濃くのせると奥行き感が分かりにくくなるので、光具合を見ながらのせていってください。できましたら30秒硬化いたします。最後にステイシャイニートップコート003番で硬化し、ネイルクレンジングソリューションで拭き取ったら完成です。 OPI ジェルカラーはテクスチャーが柔らかく、ニュアンスアートがとても作りやすいので、いろんな色でお試しください。どうもありがとうございました。こちらニュアンスネイルをご紹介させていただきたいと思います。まずではこちらのチップベースコートから塗ってまいりますね。サンディングをした状態になっております。でこちらです、アイビリージャストジェルポリッシュベースコートになります。 LED で30秒、 UV で1分硬化させていただきます。まずベースコートは中心から先端に向かって一回塗布していきます。キューティクル付近に近づけていって、そのまま筆圧をかけずにつるっとなじませていきます。で表面つるんとなりましたら一回ライトに硬化させていただきます。で次にこちらカルテブランシェという白になりますね。ダストジェルのカルテブランシェを使用してベースのホワイトを塗っていきます。まず一度塗り目になります。ダストジェルポリッシュは柔らかくて伸びがいいジェルのため、1回の塗布量でしっかりとワンプレートを置くことができるかと思います。少しセルフレベリングを待ちます。で、一度塗り目硬化していきます。30秒硬化しましたら色塗り目塗ってまいります。
2枚目が塗り終わりましたら硬化していきます。ここでジャストジェルキャンティーナホッピングというカラーでのこちらネイビーをご使用していきます。でこちらのネイビーをかなりニュアンスネイルでなじませていきたいので、上からですね少しベースコート筆圧を当ててベースコートを薄く塗布します。塗布量すごく少なくていいので、ベースコートのジェルを筆圧を当てて少し表面に未硬化ジェルがある状態を作っていきます。でこちらを硬化させずにそのまま上からキャンティーナホッピング、こちらのネイビーを流し込んでいきます。好きなところに濃く出したいところにポンと置いてあげて、筆圧で柔らかく流し込んでいきます。少し塗布量を減らしたいときは少しペーパーオフしてあげてください。で若干ベースコートを少し足してあげてにじませてあげます。ちょっと濃淡がつくように濃いところと薄いところを作ってあります。表面いい感じに馴染んでいきましたら LED ライトに硬化していきます。でこちら上に七色に光るファイアーワークスという透明のジェル、七色に光っているユニコーンみたいなジェルですね、こちらを一緒に塗布していきます。このようなシルバーの少し半透明のジェルになります。一応きらめくクリスマスネイルというのがテーマなので、少しラメ感出してあげるとよりパーティー感が出てまいります。下の色に邪魔をしないので、すごく使いやすいカラーになっています。で軽くニュアンスでキラキラとした光が入りましたら硬化していきます。で最後に少しピリッと締めるように、こちらですね、シルバーシベリアンミンクス、シベリアンミンクスというですね、シャンパンゴールドのようなラメラインを入れていきたいと思います。こちらラインで入れていきますので、あらかじめこういったパレットに出して細い筆で描いていくと描きやすいと思います。筆先にシベリアンミンクスを取って、筆圧を当てないようにそっとラインを置いていきます。
で一周回ってしっかりラインが入りましたらぼかしていきます。最後トップコートなんですが、ジャストジェルからノンクレンズトップコートまたは普通のトップコートご用意ございます。こちらの方 LED ライトで30秒、 UV で2分となっております。でノンクレンズの方は LED ライトで1分、 UV で2分で完全硬化となっております。今日は通常の30秒のトップコートをご使用させていただきます。こちらは拭き取り不要のジェルになっております。トップコート塗っていきます。筆圧をかけずに優しく置いてあげるイメージでつけてあげてください。で少し待って表面がつるっとなりましたら硬化していきます。で最後は拭き取りのクレンザープラスという液体で ABD の商品のネイルワイプを使用して拭き取ってまいります。こちらはウレタン製になっているので繊維が全くございません。ネイルワイプにたっぷりのクレンザープラスを染み込ませてあげて表面の未硬化ジェルを吸い込んであげます。一回吸い上げてあげたら面を変えてしっかり拭き取って終了です。こちら冬のウィンターネイルのブルーのニュアンスネイルご紹介いたしました。ありがとうございました。